こんにちは。デジタルスカルプターの丹野はじめです。この動画はセンスを磨け、ZBrush初心者のための究極のドラゴン講座にて使用しているツール紹介の動画の第3回目です。本編を見てわからなかったところや、ツールの使い方を知りたいときに辞書のような形で使っていただければいいかなと思います。基本的なブラシや、知っていると効率的なツールを紹介していきます。こちらの動画では作るための考え方などは紹介しておりませんので、ドラゴン制作の考え方や実際の作業を見たい方は、ぜひ本編の方を見てください。こちらが今回使用する機能の一覧です。それでは、トポロジー編集による薄いパーツの制作のやり方を説明いたします。少々操作が複雑なので、何度も見て確認していただければ幸いです。こちらは Z スフィアの応用なので、まずは Z スフィアを挿入しましょう。大きすぎるので、一旦スケールを小さくします。それでは、下のトポロジーの中から、トポロジー編集を押してください。すると、Z スフィアが赤から灰色に変わると思います。これで準備は完了です。始めたい場所をまずはタッチしてください。すると、このような赤いポインターがつくと思います。次に2点目をタッチしてみましょう。すると、このようなオレンジ色の線ができると思います。まずは四角形にモデルをタッチしていきましょう。最初にタッチした部分を最後にタッチすると、4つの点がすべて結ばれました。さらに、オレンジ色の線の真ん中ら辺をタッチして、反対側のオレンジの線もタッチしてみます。すると真ん中に線が引くことができました。このようにタッチしてポイントが出ていても、視点を変えると選択が切れてしまい、線が引けなくなってしまうと思いますが、もう一度線を引きたいところの点をタッチすれば選択することができますので、続けて2点目を選択してください。また、何もないところに点を打つことはできませんが、モデル上と線の上には点を打つことが可能です。消したい際は、点をオルトキーを押しながらタッチしてください。今の要領でこのような形を作ってみましょう。それではこの段階で A を押してプレビューを見てみます。すると、こんな感じに穴が開いている薄いものができていると思います。この穴がいろいろ開いてしまっているのは厚みがないからです。もう一度 A を押してプレビューをやめます。そしてトポロジーの中のスキンの厚みというものを調整してみます。とりあえずこれくらいでやってみましょう。もう一度 A を押してプレビューを見てみると、こんな感じで厚みがついていると思います。この要領で薄いものを作っていくことが可能です。注意事項としまして、パッと見ではこのように点が重なっておりますが、ズームしていくと、こんな感じで点の部分が重なっていないことがございますので、注意してください。ここまではドローモードでの操作でしたが、次に移動モードでの操作をしていきます。移動はドローモードと違って何もないところにも移動することが可能です。しかし、逆にモデルの上に点を移動させると、こんな感じにその場所にひっついてしまうので、移動させる際はこちらの方を念頭に置いて移動させましょう。形が決まったら、アダプティブスキンからアダプティブスキン作成を押します。すると、サブツール挿入の中に制作したメッシュが入っておりますので、こちらを選択して、ここから彫り込んでいくことが可能です。それでは Z リメッシャーについて説明させていただきます。Z リメッシャーはメッシュのポリフレーム、トポロジーを自動で整えてくれる機能です。操作としては非常に簡単です。整えたいメッシュを選択している状態で、ジオメトリから Z リメッシャーを開きます。まずは何も考えず Z リメッシャーを適用してみましょう。
このような感じにリメッシュされました。リメッシュされる前がこちら、リメッシュされた後がこのような形になっております。より細かくリメッシュしたい際などこちらの目標ポリゴン数をいじりましょう。10にしてみますと、こんな感じのメッシュ密度になりましたね。他の項目でよく使うのはエッジ検出とポリペイント仕様という項目です。こういった角があるものをリメッシュすると少し角がぬるくなってしまいます。しかしエッジ検出をオンにしますとこのような感じで角がぬるくならずにリメッシュすることが可能です。こちらの P ペイント仕様、ポリペイント仕様は色の塗り分けでメッシュの密度を変えることができる機能です。赤色の方が密度が高くなり、青色で塗ると密度が低くなります。また、彩度が低くなればその分強弱も弱まります。ポリペイント仕様ボタンを押すと、このように薄赤色のペイントが選択されると思います。この状態でブラシからペイントブラシを選択します。まずはこの色で塗ってみます。次に青色で塗ってみましょう。それではこの状態でリメッシュをかけてみます。シフト F でポリフレームを見てみると、このように密度の差が生まれていると思います。こんな感じで必要のない場所は密度を薄くし、必要な場所は密度を濃くすることで全体のポリゴン数を削減することも可能となっております。